矢島太郎は日本とアメリカとで活動した画家、絵本作家である。日本在住時代は風刺漫画家としても活動した。本名は岩松敦氏。筆名として岩松敦氏も用いた。妻は画家、社会運動家の矢島光。光との間の子女として俳優のマコガン賞、女優もも矢島がおり、別の女性との間の子息に作家の伊佐千尋がいる。 鹿児島県肝付群省根江島村に医師の岩章親愛を父として生まれる。岩章家は合詞の教育にあたる師範家を務めた家系で、太郎は4人兄弟の抜詞だった。幼少期から奔放な性格だったが、小学校の卒業順位は優等の1位で、生徒の成績表や出血統計の作成を手掛けたという。 小学6年生の時には担任の上田美代と代表教員の磯町武雄から影響を受け、後年太郎は絵本、カラス太郎に二人をモデルにした人物を登場させ、絵本の日本語版には二人への献字を入れた。小学校卒業後に、鹿児島県立鹿児島第一中学校を受験したが、不合格となり、鹿児島市人城高等小学校に一年在学した後、 鹿児島県立鹿児島第二中学校に進学した。日中の自由活発な校風によくなじみながら、軍事教練だけは嫌った。二年生の一学期のみ家庭事情により東京の明治学院に在籍。そこで覚えたサッカーに、鹿児島に戻ってからも熱中し、勉強はおろそかになった。さらに文学を単独するとともに、絵を描き始める。中学四年生の夏休みの終わりに、 画家志望を父に告げて、許しを得るが、その1月半後に父は救世する。すでに中学1年生時に母も失っていた太郎は、東京美術学校への進学を志望した。金曜会を主催していた、谷口馬治の画塾に通い、途中旨の疾患で1年間の休学を、余儀なくされても、絵の勉強は続け、漫画を地元新聞や新潮社の文章クラブに連載。 寄稿するほどになっていた。中学卒業は試験は、親友の助けと単眼で乗り切り、さらに出席に数不足を、校長の温情で許されるという状況だったが、難関とされた東京美術学校西洋画家の入試は、現役で合格し、1927年4月に上京した。東京美術学校での太郎は、アカデミックで官僚的な興風になじまず、さらにここでも、 軍事教練に反抗して、教練の授業に出なかった。一年生の冬に帰郷中、教練と遠近法の不合格で落第を通知された。東京に戻った太郎は、矢部智もや岡本陶器の絵を小雑誌で見て感銘し、1928年の春に彼らが所属していた造形美術家協会に参加する。また、同時期に日本漫画家連盟にも参加した。この時期から、 岩松敦氏の筆名を用いるようになる。造形美術家協会は、同年11月に全日本無産者、芸術連盟美術部と第一回プロレタリア美術展を共催。マンツラネも日本プロレタリア芸術連盟美術部と緊密な関係となり、太郎もそうした傾向の影響を受けた。一方、1929年3月、東京美術学校からは再び体操と遠近法の、 不合格を理由として対抗を命じられる。当時美術学校には太郎より社会主義運動に傾斜した学生もいたが、彼らが合否判定のある学年の時は教練に申し訳程度の出席をして卒業したのに対して太郎はそうした辻褄合わせをしなかった。のみならず学校に呼ばれて退学通告を受けた際に、 相手の業務係に自分が社会運動に加わった理由を説明し、話を聞かない相手を大出した。この結果、太郎の処分は除名となり、復学の道は断たれた。学校を除名となった太郎は漫画で生計を立てながら造形美術家協会に引き続き参加。協会が4月にラップ美術部と統合して、日本プロレタリア美術家同盟を結成すると、 その研究所で油絵と漫画の講師となる。当時研究所で太郎に学んだ一人に絵本作家の赤羽末吉がいる。太郎は1928年の夏頃に山梨県甲府市出身の西名雅子と出会って交際を始めたが、1929年の4.16事件の後に別れた。雅子は1929年6月に男子を出産。 沖縄県出身の医師と結婚して男子を育てる。この男子が伊佐千尋である。その後、荒井光子を名乗って研究所に出入りしていた矢島光と出会い、二人は1930年4月に兵庫県三陰町の光の実家で簡素な結婚式を挙げた。太郎は研究所の他に農民運動やストライキの支援に出向く一方、1932年まで、 実施されたプロレタリア美術展に光と共に出品したり、東京パックに漫画を掲載したりした。さらに実作だけではなく、プロレタリア美術や漫画の評論にも手を染め、プロレタリア芸術雑誌に論考を発表。1931年には研究所が創刊した月刊のタブロイド誌、美術新聞編集長にも就任した。夫妻は日本プロレタリア作家同盟や、 日本プロレタリア演劇同盟等の参加者と知り合い、特に中条ゆり子とは親しくなった。この頃、警察はプロレタリア芸術運動への弾圧を強め、太郎と光は何度も転居を重ねた。1933年2月に小林滝次が警察の拷問によって死去した際には、太郎はその通夜に参列して、小林のデスマスクを鉛筆でスケッチした。 美術新聞はこの年5月5日付の号をもって廃刊となる。6月に太郎と光は大崎警察署の特別高等警察に検測された。光は真を解任した状態での検測だった。二人の検挙は日本プロレタリア文化連盟弾圧の最終局面だった。天候手記を書けば釈放するという警察の勧めに。 太郎はプロレタリア運動の素晴らしさを綴った内容を記して暴力を加えられた。太郎は留置所内で官房ニュースを自作して思想班に配ったりもしたが、絵をもう一度勉強した方が良いと考えて手記を書き直し、1934年2月に釈放された。光は前年10月に釈放され、12月に見陰の実家で芯を出産していた。 太郎も光の実家に身を寄せた。健康を害していた太郎は、見陰で光と共に療養に努め、回復すると光の実家近くの借屋に、家族で住んだ。光の父、笹子金は、太郎と光に支援を惜しまず、二人は、約半年間、因島や笠戸島で絵を描く写生旅行をする。その後一人で帰郷し、戻ると再び光と赤山県や東北。 北海道に旅行した。造船所の経営者だった金は自社で作る船に太郎の絵を描かせたり、自宅のアトリエに開いた画塾の講師に太郎と光を雇ったりし、神戸の画廊で太郎の個展を開いた際も協力した。1935年9月には東京、新宿で個展を開く。また、漫画家として東京パックに再び冬刺漫画を掲載した。 この頃、光との夫婦仲は、生活や芸術の価値観の違いから円満ではなく、喧嘩になれば太郎は時に王だもした。だが、日中戦争勃発以後、太郎が徴兵されることを二人は危惧した。そんな折に、光の父から、真の面倒を見る前提で二人を渡米させる話を持ちかけられる。沢田蓮さんのつてでパスポートを入手し、渡航費を工面するために、 夫妻の名で、都米画会を開き太郎は帰郷もして、絵を売った。1939年3月、太郎と光は横浜港から川崎汽船の貨物、船着川丸に便乗して、日本を後にする。戦時情報局で、ヤシマイラストを担当した、運がぶくら。サンフランシスコに立ち寄ってから、1939年4月にニューヨークに到着する。 最初の住居はハーレム近くの貧民街で、二人は毎日のように美術館に通ったり写生をした。その後現地の上流日本人に絵を売って、アートスチューデンツリーグオブニューヨークに通う。一時滞在用の6ヶ月の詐称を更新しながらの勉学だったが、領事館からは冷淡な扱いを受け、本格的な勉強をするためアメリカ合衆国政府に単願書を書き、 3年間の滞在が可能な学生資格を得る。古典で得た収入で5番街に転居し、その金が尽きると夫婦で内職をする貧しい暮らしに戻ったが、その頃から太郎の絵が評価され始め、生活は安定に向かった。その傍ら、雑誌、改造に北米通信を寄稿していた。一方、移民出身者を中心としてアメリカ共産党に関係する。 芸術家も多かったダウンタウンアカと呼ばれた在米日本人からは半ば的意を持った視線が向けられた。日本で社会運動に挫折して美術の勉強を優先した太郎たちがそうしたグループに距離を置き上流階級に家を売ったことも反発を助長した。その結果太郎と光が信仰を結んだ在米日本人は朝日新聞特派員の森共三や 前奏の佐々木主月ら、一握りのリベラリストに限られた。太平洋戦争開戦後もアメリカ東部では、日系人の全面的な収容はなく、1942年に交換戦の話が来た時に、太郎は光だけの帰国を考えたものの、光の意志により夫妻揃って残留することになる。アートスチューデントリーグでの勉強は続いたが、絵の描いてはいなくなった。そんな中で、 日本政府の風刺画を手掛け、それをもって戦時情報局に売り込んで1942年6月に採用される。太郎は沿線パンフレット、運が僕らのイラストを担当し、前線で多く反布された。しかし、日本に無知なスタッフの多かった当時のアウィーの方針に反発して7ヶ月で自ら退職した。退職後に太郎は、 日本を抗戦国民と軽蔑するプロパガンダが横行するアメリカで、本当は日本人も戦争は嫌いだと訴えるために、自らが社会運動で受けた受難を絵物語にすることを構想し、その執筆に専念した。矢島太郎の筆名を初めて使った、この作品は1943年11月に新しき太陽のタイトルで刊行される。このタイトルには、 新生日本の願意があった。この間、成形は光がデッサンを売り歩いてしのいだ。新しき太陽は多くの新聞雑誌から人道主義的な内容を高く評価された。この成功は一方でダウンタウン赤のグループには嫉妬を伴った反感を増ず往復させ、日本国内では運がぶっくらとともにタローがスパイであるという噂を生んだ。百四十四年初か。 タロはワシントン DC 郊外の戦略情報局に雇われる。その目的は日本軍の抵抗を抑えるための工作だった。アメリカ側の対日認識の浅さはアウイーと同じだったが間もなく加わった元アメリカ共産党員の上コイデの粘り強い説得により同年末に部隊がロサンゼルス近くのサンタカタリガ島に移った際にコイデに方針決定が委ねられ、 恋でから目をかけられた太郎は、日本兵向けの宣伝ビラを作成した。それらは風刺ではなく、戦後の平和な時代のために生きよと訴える内容で、サイパンの戦いで、日本人の女性や子供が、闘神自殺する写真を見たこともそのきっかけだった。1945年6月、太郎たちの部隊は、ビルマ、中国国境の日本軍に向けた活動のためにアメリカを離れ、 7月にカルカッタに到着して宣伝用新聞の制作に当たっていた最中に日本の幸福が伝わる。周囲が歓喜に包まれる中、太郎は数と便所でなぜもっと早く有効な手が打てなかったかと涙したと言う。ワシントン DC に呼び戻された太郎は米国戦略爆撃調査団に加わることを意でから伝えられサンフランシスコに移動後9月末に ハミルトン軍用飛行場から飛行機で6年ぶりに日本に帰国した。太郎は少佐待遇の扱いでアメリカの商工制服をまとった。九州での任務の前に進歩再開する。九州での任務の後、太郎は九地の知人たちとも面会して1946年に帰米した。帰米後も光とは生活感、芸術感の違いや、 太郎の女性関係から不和が続いていたが、4番目の子となる桃の妊娠により光は離婚を思いとどまり、1948年に桃が誕生する。その後心もアメリカに移り、9年ぶりに一家が揃った。この頃に太郎と光にアメリカの永住権が与えられた。一家は再びニューヨークで生活した。この間太郎は新しき太陽の続編。 水平線はマネクを執筆し、1947年に刊行する。太郎は自らの幼少時代の思い出を絵本にすることを着想する。1952年に出版社に死体を持ち込み、制作を開始する。その後、太郎はカリフォルニア州の財団から1年間生活日持ちで、ロサンゼルス郊外のパシフィックパリセードで絵を制作する機会を与えられ、そこで描いた絵が、 ロサンゼルスカウンティ美術館の展覧会で銀賞を獲得して600ドルの賞金を得た。太郎は気に入ったロサンゼルスに移住し、賞金で家族を呼び寄せた。裏の木のタイトルで最初の絵本が刊行されたのは1953年だった。2冊目の道草一杯はニューヨーク市立図書館の1954年度、オーサー・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。 1955年にはカラスだろう。1958年には娘の桃を題材とした天笠を観光。いずれもコールデコットショーで実績となり、特に前者の評価は過去の2作の売り上げも後押しして、太郎は絵本作家としての評価を確立した。この間、1952年には日系美術家協会の設立に関わり、 1955年にはロサンゼルスに矢島美術研究所を開設した。絵本作家として成功した太郎は、1962年10月に研究所の弟子たちと共に16年ぶりに訪日し、久しぶりに郷里の鹿児島県にも訪れた。奇境の模様はアメリカ人カメラマンにより金色の村のタイトルでドキュメンタリー映画化された。帰国後、 鹿児島の吹上浜で見た天の川から絵本、海浜物語を制作して1967年に観光、三度目のコールデコット小辞籍となった。一方、光は1963年頃から本格的な描画を再開し、太郎のいる研究所から離れた場所で絵を描くようになる。価値観の違いなどから、1968年春、桃が20歳になって、 親元を離れたのを機に、これから絵描きになりますと述べて、サンフランシスコに移り、事実上離婚した。1970年には小田急百貨店で絵本の原画を展示した矢島太郎展が開かれ、自身も訪日した。光と別れた後も太郎は、精力的に制作を続け、1972年、第23回フランスデビュー国際美術展の水彩。 グアッシュ素病部門でグランプリを受賞した。しかし、1977年7月、脳一血の発作を起こして倒れ、以後は半身不随となる。正式な離婚の手続きを進めていた光は、これによりそれを打ち切った。巨匠をガーデナに移し、リハビリテーションに努めた。1979年、日本で刊行されたカラスだろうが、 絵本日本賞特別賞を受賞し、新しい太陽や水平線は招くも日本で観光された。これを祝賀するパーティーが同年11月にロサンゼルスのホテルニューオータニで開かれ、伊佐千尋も出席した。1988年12月に光が死去し、葬儀には太郎も参列した。1994年6月30日、ガーデナの病院で 弟子の画家一人に見取られ、85歳で死去した。脳一血の前から絵本、一寸帽子を手掛けたが、完成を見ることなく、そのために描いた絵が絶筆となった。アメリカ国籍取得は全く考えず、晩年には、傍教の念を強く抱きながら、脳一血で倒れた後は、卑怯が叶わぬまま、世を去った。没後の2009年に、矢島太郎生誕百年展が、 鹿児島市の長島美術館で開催された。また、母校の上山小学校には、絵本、天笠さの絵の複製や太郎を紹介する、展示、記念碑がある。東京美術学校大学時や、転校式執筆の際のエピソードに見られるように、自分の信念に正直だった。また、宇佐美賞は、太郎には、薩摩弁で、タッチンコンメ、一金コンメと呼ばれる。 次元流の精神にも似た過剰防衛の癖があり、敵と認識した相手にはすぐ反撃したと記している。野本一平は、気象が激しく、いつもリーダー格であった太郎は、自分の前面に立ちふさがるものを排除する傾向があり、納得しないものに抵抗してきたと記し、理論としてではなく、整理として反骨の気象を培ったと評している。そうした傾向は時に親しい者にも向けられ、 幼少期に、見陰のアトリエで太郎と光に絵を習い1970年から、再び交流を持った、宇佐美賞は、二人の評伝、さよなら日本を執筆するにあたり単なる太郎の、検証否的電気としない方針を取ったが、本を読んだ太郎はその内容を罵る手紙を宇佐美に、送ったという。野本一平は、太郎は、彼の周辺に集まる人たちに、 時には、個性もあらわな対応をした。そして激しく愛憎の姿をはばからず見せることがあった。そのため、喜んだ人も、それ以上に傷ついた人も、少なくない。と記している。光と結婚した理由について、太郎は、妻となるべき女性は、僕と同じ目的を持ち、協力し合い、対等に論じ合い、それによってさらに高みへ登っていく教養高い女で、 なければならなかったんだよと述べている。しかし、武家の家系で育った太郎は、男尊女卑に近い考えが抜けず、見陰時代にも、在米時代にも、複数の愛人女性がいた。画家としては、生涯写実主義を信奉し、若い頃にも流行していた、未来派や、キュビズムや、公正主義、タダイズムといった、前衛絵,絵画は全く相手にしなかった。太郎は、晩年に至るまで子供好きで、 小さく弱いものを意見し、くしむ性格が絵本の創作に反映したと、野本一平は評する。また、アメリカに住みながら、日本での幼少期を題材にした作品が多かったことについて、太郎自身は1970年の小田急百貨店の展覧会に寄せた文章に、言葉、金銭、友人のない東洋人が外国で支えとするものを、彼を形成した故国の真実は、 それまで巨巨にまみれがちであったにもかかわらず、そこで輝き始め、彼の新しい生命の旗印となってゆくのであります。と記るし、私の自動絵本も、そのように動機づけられているということができますとしている。阿川博之は、カラスだろうの日本語版に寄せた文章で、矢島さんにとって、日本とは、東京でも富士山でも、奈良でも、京都でもなく、 彼が生まれ育った鹿児島県の壁村だという。長く離れているだけに、そこへの死母は激しく純粋で、人の心に迫るのである。と知るし、松本武氏は、矢島太郎の絵本には、溢れるような子供への愛情と日本への熱く、深い思いがしっかりと息づいていると述べている。ロサンゼルス移住後に、現地の日系文芸人を通じて、 自由律俳句に興味を示し、1972年に、野本一平と共に、俳句結社、やカランダの会を、発起人となって設立した。太郎は裁判年までこの句会に参加して、俳句を読んだ。光の葬儀の際にも2種の俳句を残している。配列は、アメリカ州国での観光順である。括弧内は、英語でのタイトル。岩松敦氏に関するカテゴリー。 ありがとうございます。